では今回は、電子状態密度分布のプロットに行きたいと思います。あ、計算とプロットに行きたいと思います。まず SCF の入力ファイルのものを少し書き換えます。こちらを、Go の部分を DOS にします。 DOS とで、ブリルアンゾーンのクオリティ、BZQLTY ですね。こちらを、8にします。この値はだいたい8から10ぐらいまでの値にすればいいですけども、私はおおむね8しか使ったことはないですね。それ以上大きくしてもあまり変化はないです。で8にしました。そしてターミナルを開いて、こちらがまだホームにつながってますので、こちらにつなげるために CD スペース、これで一旦戻って、さらに戻ってこちらを入れて、こちらと対応させ、こちらのディレクトリとこのターミナルを対応させます。そしてスペック X の、このように入力してください。インスラッシュ鉄のこちらので、次にアウトを、出力する作業を書き込みます。アウト、鉄で、分かりやすいようにどの名前でもいいです。度数としておきます。でこれでエンターします。でなぜかここでエラーの文字が出るんですけども、出力ファイルを見てみましょう。アウトのディレクトリのここに結果が出てます。で、これを開いてみると、ちゃんと、計算がされているようなので、うまくはいってるはずです。なぜ、これでエラーが出たのかちょっと分かんないですけども、でこれで、結果を簡単に見てみましょう。その場合には、こちらのプログラムを使います。コマンドで GPD と入れて、で、アウトの鉄の先ほどのファイルの名前を入れます。そうするとこのように、電子状態密度、DOSが表示されます。注意してほしいのはここは横軸、縦軸も横軸もリドベルグ単位で書かれているので、多くの場合はエレクトロンボルトに直しますから、このアウトファイルの、この DOSのファイル、出力ファイル、のここの部、この DOS のコンポーネント1からずっと書かれていますけど、こちらの結果を、エレクトロンボルト単位に直してください。以上で、今回は終わります。